はいじ、えー、めまして、えー、私、アメブロで、えー、ブログやらさせていただいております。えー、飛べない白豚ことことこと、実名うっちゃまずいですね。ということで、えー、今回初めてちょっとあの遠くの動画をですね撮影してるんですけども、えー、ちょっと今回ご紹介、動画をアップするのが、ですねインカム、えー、インカムの方ですね、51歳の親父初めて購入いたしました。 でですね、インカム、結構高級な商品がいろいろ出回っておりますが、私、なかなかそういうところには手が届きませんで、ちょっと今回手にしたのがです、ね、激安の、これはどこの製品ですかね、中国かどっかの製品なんでしょうか、激安のインカムということで、こちら、えーね、TCOMSCX2 というインカムをペアで買いました。 まあ、たまにですね、奥、えー、さんとですね、タンデムツーリングに出かけますんで、その時のために2つ買ってみたということです。でこちらの商品の、まあまあ、なかなか動画で、えー、取り扱いの説明とか、えー、アップされてる方いるんですけども、えー、的確なものがないということで、私の方、はちょっといっぺん、えー、操作方法ですね、ねか簡単に載せてみようかなと思います。 はい、ということで TCOMSCBCOM のなんか、えー、真似なんですかねもうデザインもそっくりらしいですけども私は、まあえー、安ければいいということでこちらを選んでみましたで、えー、本体がこちらになります非常にシンプルで、えー、このダイレクトダイヤルというんですかねこれを回すだけでいろんな操作ができるということでこういったところ機能性もあるということでこちらを選んでみました えー、取り付けの方ですけども、えー、皆さん色々、いろいろヘルメットにどうつけるのかということでブラケットの方悩まれていると思うんですけども、えーとですね、私はこうヘルメットの裾の部分ですねこのゴムの部分に差し込んでともじめするこちらの、えー、取り付け台座を選んでみました。 いろいろここへですね、差し込むのが難しいとかですね、えー、と固定がむ、えー、できないとか、えー、いろんなレビューを書かれているんですけどもん、非常に簡単です。もうただネジを、ここ,この部分ですね、このネジを緩めて差し込んでまた固定するだけと、でるえー、材質もですね、ちょっと柔らかい塩,塩ビかなんかですかね。 できているのでヘルメットを傷つけることもありませんし非常に簡単に取り付けることができましたで、えー、配線の方もうこういう内装を一旦剥がしまして、えー、もう入れるだけと えー、スピーカーに関してもですねちょっとスマホのカメラなんで写りが悪いですけども本当、もうはせるだけといった状態で、えー、非常に簡単にセットすることができました。こんな私でもう15分あればセットできるような状態でしたで実際にこれをセットするんですけどもこの,2つこの2つの爪これをここに合わせて下にスライドするだけということです。よいしょ かなはい、こんな状態です。あごめんなさい、カメラ撮れてなかったかな。ちょっと外してみあ片手じゃちょっと外せません、ね。まあ、そういう感じでセットできました。あとは、えー、こちらのヘッドホンから来てる、マイクから来てる線を固定するだけだこういう状態で簡単にセットができます。で ここからです。なかなかですね、えー、ペアリングする方法で的確な動画が私も見つからなかったんですけども、あと一歩という説明が載ってなかったりして、えー、ちょっと私もペアリングで30分ほど悩んでしまいました。えー、簡単な取扱説明書が入ってるんですけども、えー、まあ、拙い日本語というか、えー、これまた的確な言葉で書かれてなかったので、ちょっと悩むようなところがありました。 で実際にこれで私が乗っけてみるということになります。それではペアリングの仕方をやってみたいと思います。まず、電源を押します。はい。電源を押すとですね、ここへ、こういう表示がまずメーカーの表示が上がってきます。で、ペアリングまでなると、一旦離してください。で、2つ別々にやってみますけども、これは同時にやることができます。 同じ動作を同時にやっても構いません。はい、お互いがこういうペアリングの待機状態になります。ここまで来ると、あとは片方のスタートボタンをもう一度押す。そうすると自動的にペアリングを探しに行く動作になります。はい、ここで待ちます。 はい、ブロロロロという音がしましてこれでペアリングが完了いたしましたはいどちらも同じようなインターコムということでインカムな状態になっているということです非常に簡単なんですけども的確な動画がない片方だけを押すんですよとかそういうポイント的な言葉がなな載ってませんでしたので私もちょっと動画見ながら悩んでました まあこれでインカム使えるような状態になります2つのペアインカムこの状態で価格がアマゾンで1万2千円だったですかね非常に安いです日本の高級なものでいくと6万円7万円するようなものがありますちょっとかぶって嫁さんといろいろ話してみたんですけども音質も問題ないです音割れも問題ないですあとはまあ実際に走ってみて風切り音がどうなのかいうことが気になるポイントだと思います まあ実際に運用してみてこの先もしよろしければ動画の方また続けてアップしてみたいと思います以上 T.com のペアリング方法でしたはいまた失礼いたします